はい、いつもご視聴ありがとうございます。今日もですね、この古いモンキーZ50M、これをね、仕上げていきたいと思います。それでね、もう、これからちょっとしばらくの間ね、フロント周りこれをね少し仕上げていきたいと思います。で、その準備としてまず最初に今日やりたいのはこれ、ケーブルですよね。ワイヤーケーブル、これはスピードメーターですね。こういうのとか、それからあと、まあこのブレーキワイヤー、これなんかもね、もうカピカピなんですよね、中がね。これね、新しいのっていうか、この純正部品まだ出てないかなと思って調べたんですよ。そしたらもう出てないんですよね。まあこういった色のねワイヤー、まあ似たようなの売ってるんですけどね、まあやっぱ違うかなーって、そうなんですよね。これもうカピカピだから、これどうしようかーっていうことで、まあこれをね安全に使えるように、ある程度ね、ある程度というか、できる限り、新品とまではいかないけど、この性能を復元していきたいと思います。それじゃあ作業に入ります。今ね工作室に、来たんですけど、ちょっとね準備した材料、これはまあうちにね在庫してるケーブルですよね。これが 1.5 ぐらいかな、 1.5 から 1.6 ぐらいの、細い、ステンレスワイヤーですね。はい、それとあとこの真鍮の棒、これは普通のね丸棒ですよね。はい、それと、さっきちょっとねホームセンター行って買ってきたやつ、収縮チューブ、熱でねギュッと縮まるやつ、電気コードなんかのあれで使いますよね、こういうのね、よく。それの透明なやつね。それと、これもワイヤーなんですけど、さっきのねこれと違ってこっちはね、2ミリの、ワイヤーになります。で、この2ミリの方はこっちのね、これなんだっけな、あ、ブレーキワイヤーの方で、こっちの細いのはね、アクセルワイヤーになります。これと同じです。はい、そしたら作業を始めたいと思います。でね、始めるんだけど、もう何しろね、もうこういうゴム類とかもうこんなんがねもう本当に脆いんですよ。なのでこんなんもね慎重に取りながらね、分解していきたいと思います。そしたらね早速作業に入りたいと思います。
これね、ここに穴開けて、まだね、ワイヤー突っ込んでやろうと思ったんですよ、新しいのね。だけど、ここって、もともとワイヤーが入ってたところに、この、なんていうんですか？そこに、同じところに穴を開けるって、うまく開かないんですよ。なので、ちょっとね、粗料理になってしまうんですけど、ここ一回切開して、で、ワイヤーかなんか取り出してね、それから、また塞ぐなりなんなり復元して、なんやかんや、ちょっとね、やってみたいと思います。こんな風にね 割り出ました。今からね、ここ、またね、溶接してね、一回埋めます。それから、なんかね、適当に成形していこうかな、また。で、全部埋まったところで、またドリルで、ね、穴開けるっていう。この作戦でやってみたいと思います。うまくいくといいですけどね。これもうちょっと出すか。ちょっとね、これ、どうにもなんないでしょ。これじゃ。なので、まだちょっとね、作戦を変えて、どうするかって言ったら、ちょっとね、これもいらんネジでね、こうなんか、継ぎはぎで、なんかね、ちょっと途中までやったんだけど、やっぱね、もうこんなしちゃうと難しいですね。なので、これちょっとやめて、これね、ネジじゃなくてもいいんですけど、これでね、全部ね、一から作っちゃうかなと思います。じゃあちょっと作ってみますね。ちょっともがきながらね、もうこれダメにしてしまったので、代わりにこれ作ってきました。まあ、構造的にはね、こっちのね、純正と、ほぼ同じです。これはね、こういうふうに、まあ、このナットはね、これグッと固定するんですけど、回らないように。で、まあ、こっち側はこんなんですよね。こうやってね。で、まあ、こんな風になります。ほんで、それで、ここにね、
ワイヤーを突っ込んで、まあこれ古いやつですけどね、これやるときは新しくして、ここのね、横の穴開いてるとこまでストンとこう入れて、見えますかね、ここ貫通したので、ここからハンダをね流してね固定すればこれで一丁上がりですね、こっち側は。はい、まあいいんじゃないですかね、これでね。いいんじゃないですかねっていうか、もうこれ以上できないんでね。じゃあね、もう一つの留めの方、どこやったっけな。これね、これをね作っていきたいと思います。そしたらね、まあ各部品また準備できたので、これをワイヤーに通して、仕上げていきたいと思います。それで、まあこのアウターチューブね、これはそのまま再利用します。だから綺麗にしてね、綺麗っていうか、まあちょっと小綺麗にしてできる範囲で、なんでこうちょっと傷ついたりしてるところはなんかやろうかな、って感じですね。まあこれはブレーキのやつなんですけど、これ、アクセルの方、これもね、取り替えるつもりだったんですけど、ちょっとね、このままとりあえず現状維持で、このチューブのね、こういう状態なのは良くないので、まあ、ここも補修、まあ、できる範囲でね、補修して、再利用したいと思います。で、ケーブル、ケーブルってみんなケーブルか。スピードメーターワイヤー、スピードメーターケーブルっていうの？これもね、切れてない。使えるんで、まあ中ちょっと洗浄してね、注油し直して、で、再利用したいと思います。はい、それではね、チューブの方、ワイヤー通してね、こいつらもつなげて、完成させていきたいと思います。
はい、そしたらね、ワイヤーはできたんで、で、ついでにね、ハンドル、磨き、やってきました。まあ、ハンドルと、これね、ホルダーね、フロントブレーキ。それでね、ワイヤーなんですけど、スロットルの方、これは、外側だけね、どこだっけ？これか。やって、収縮チューブでね、補修して、中はね、そのまま打ちました。ちょっと使えそうなのでね。あんまりこう、何でもかんでもこう、やらないでね。これはね、このまま使いたいと思います。はい、じゃあちょっと組み上げていきまーす。はい、そうしましたら、ここにね、グロメット入れます。グロメットはね、まだね、純正出てるんですよ。はい。こんな風にね、取り付け完了しました。こんな感じですよね。ブレーキも、いいですよね。でね、スロットルなんですけど、これやっぱりね、普通、離したら、こっちのね、方だと、こういう風に、戻るじゃないですか。なんですけど、いくらね、なんかやっても、調整しても、やっぱね、ちょっと渋いですね。ちょっとこう自分で戻したような感じ。まあやっぱりこの構造じゃね、こうなりますよね。はい。あとね、この グロメット、これ入れるときね、これ2本ね同時にやった方がいいですね。これ本の配線なんですけど、それとアクセルはいいよね。
あの2本同時じゃないとね、これ入んないんです。あ、ものすごい大変です、後で。なのでね、これ実を言うとね、1回全部バラしてやり直しました。はい、まあ、かなりグリップはこんなんですね。はい、で、まあ、今日のところはね、ここまでとなるんですけど、まあ、次回もね、引き続き、あの、このフロント周り、こいつはですね、まあ、メーター周りやら、こう、ヘッドライト、うん、まあ、それからホーンやら、を、うん、まあ、これ仕上げていってね、まだ全然何もやってないんでね、まあ、こいつらを仕上げて、で、またね、組み付けていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。では。うん、まあまあだろう。